死にギリギリ投稿。誰にも言わんでよ。二人ぼっち編が終わりました。二人ぼっち編です。何喋ってたの？失業と。何の？いろんなの。あの彼の質問を答えてました。いい話やった。どうでした？いい話でした。マジな。じゃあ一番あのだ、俺ダイジェストじゃないけど一番良かったのちょっと言ってよ。あ、感想？あのその聞いたのが、うん、要はストレスとの付き合い方みたいなのを中心に聞いたんですよ。だからやっぱりストレスからそういう物質が出て病気になるから、うんうんうん、で僕が一番、まあ、心に残ったのはあのどうしても今の社会ってストレスと付き合わないといけない部分があるじゃないですか、うんうんうん、でどうしたらいいんですかって聞いたらマイナス、例えば嫌なことがマイナスだとしたら、うんうん、それを補うようなプラスのことをすればいいっていう聞いた時に、うんうん、あ、そんなやって付き合えばいいんだっていう風なのが僕にとっては一番良かったです。はい、じゃあ具体的にじゃあ、あるそのプラスのことっていう具体的な。まあ、だからそれは人それぞれみたいなんですけど、うん、要は自分の好きなことをしなさいみたいな。一日に一回のルーティンワークの中にそれがあるかもしれないよっていうことも聞きました。ああ、なるほどね。はい、あ、好きなこといいね。はい、それで帳尻合わせしてね。ああ、はい、俺ちょ最近よ、はい、NBA の動画でよ、はい、ステファン・カリーを見まくるっていうのやってるから。はい、好きなんでしょ？ステファン・カリー、わかる？ないステファン・カリーっていうもう NBA にスーパースターができたわけ、はいはい、もうほんあの前代未聞を自分で塗り替える人がいるわけ。うん、あ、自分で自分で。おー、いいね。もうあのそも、もともと前代未聞を作ったのにその上作ってまた作ってから、あ、楽しいだろうね。もうそう見てて超面白い、食ってからはもう燃えるわけよ。うん、もうバスケットしだいぶ離れてるけど、はい、もう最近もうステファン・カリーだけはずっと見てる。バスケット見る？前は見てた。まあ見てたの？見てたよ。あの人好きだった、マイケル・ジョーダンね。ジョーダンとか、あとはあのその黒人の人でスポンサーしてた人。スポンサーしてた人、なんだっけ、あの忘れた黒人の人だった。黒人の人だったっていっぱいいるよや。大体大体じゃないけど NBA はね、まあ、スーパースターとかの黒人、あのダンク大会みたいな、あ、はいはいはい、ダンクコンテストね、うん、あんなのとか、ルールとか技とか凄さの凄さ分かります？ NBA 見てこのパスの凄さとみたいな見てて勢いがあるなぐらいの。いやそっかそっか、そう、ね、まあ、インパクトがあればいい、ね、遠いところからバサッて入るのがかっこいいなとか。そうそう、ダンクもいいんだけど、あのバサッて入るのが、そう、普通はあの遠くから打って当たり前が、離れれば離れるほど確率悪くなるから、うん、あの遠くから入ったらね、たまたまと思うさ。でもステファン・カリーはそのスリーポイントラインの3メートル後ろからずっと決めるわけよ。あ、すごいね。だからスーパースターだわけ。安心離れて普通入らんだろうっていう。パサッて入った時スカッとするよね。そう、気持ちいいよ。もう気持ちいいし、それはいい、うん、本当にこう、いや、こんな早く打ってるのになんで入ればっていうのを、うん、たまたまと思うんじゃないですか。たまたまがずっと続くわけ。たま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 だもうたまたまじゃないさ、うん、もう自分見て嘘だろっていう、もうでもね、もう数字で証明してるから。これまでの記録が250本ぐらい、 NBA のワンシーズンで最高本数、うんうん、でそれをこうずっとこれ何年も破られなかったのをそのステファン・カリーが破って270本ぐらい、うん、でその翌年にまた本人が250でも前代未聞だったのにそれを270にしたわけ、うん、でその次が403本だわけ。すごいもう NBA なんか10年以上見てなかったけど復活したのに、うん、面白いんだね。面白い面白い、うん、もう彼のおかげで。したらあとは芋づる式に、あ、こんな選手もいるんだ、こんな選手もいるんだ、うんうん、あ、こんな選手もいるなんて、うんうん、だんだん詳しくなるわけ、うんうん、名前も覚えてくるし、うん、バスケもやってた。やってた。次長はバスケットボールマンですよ。中学校やってた。え、やってはいたのにどんどんルールも変わったりとか。中学校やってた。え、バスケット、バスケ部なの？バスケ部。マジで、うん、うまかった？レギュラーだった？うん。あ、レギュラーだったんだ、うん、すごいさ。だけどあのポートボールからの進化ぐらいの感覚。
ポートボールにナチカしたよや。小学校これで楽しくてか台に立ってかパカってあっちで撮ったりこっちで撮ったりでこれが楽しくての進化型が中学校のバスケット。まあまあでもそうだよね。でも長くは続いてなかったので本格的にやってるわけではなかったんですよ。でもレギュラーだったってことは運動神経いいんだね。もう元のね、うん、運動は好きだし遊びで木登りもできるし。これはあのだ、私王のみっちゃんの本じゃないけど、うん、やっぱ自分もあの本の通りで頑張ったらレギュラーになれると思ってたわけ。あ、野球チームみたいにね、みっちゃんさんのね、全然なれんかった、うんうんうん、でやっぱで俺の友達は後から入ったくせにこれレギュラーになったわけ、うん、なんてかというとこいつはそれレギュラーになってから試合にいっぱい出たいってしか思ってないわけ。あ、だからレギュラーになってるわけさ。あ、で俺は試合が目的だからね。そうそうそう。で、こいつはただ試合いっぱい出たいから練習する、うんうん、で俺はレギュラーになりたいから練習するって言って、このちょっとの差で結果が変わってて、ね、面白いよ。もうどういう、だから条件抜いてやりたいんだったらやるっていう、だからなんか刷り込まれたね、人間頑張ったら努力したらいつかはできるみたいな。いいね。ところで、はい、バックミュージック聞いてる？何これ、いつもと書いてるの？なんか違うね。なんでこれ？ハッピーバースデー。そうそうそう。ああ、本当だ。そっかそっか。おととい俺誕生日だった。なんかいつもと違うなと思った。おお、すげえ。ケーキ買おうと思ったけどグルテンフリーって言うから難しくて。さすが。素晴らしい。メッセージカード付きで。ああ、やったやった。ああ、もう子供喜ぶ。やった。最後にフェイスブックを見たのはプールのだったので、うん、私あとから固まって見れてないわけよ。フェイスブックまた見えてないんだ。だからいいパパやってるなと思って。サプライズ2もあるわけよ。見たよ。2まで見た。あ、2まで見た。あ、じゃあ2でも、うん、もう終了なので。あ、そうだったんですね、うん、そうそうそう、もう超楽しかった。もう夏休みって言ったら海、プール、花火でしょ、うん、あー、なるほどね。あ、これもこれで完璧。じゃあ、うん、今日は花火します。あ、はい。あ、違う、今日夜あれだ、開校があるんだ、リンリンの最後の。あ、そうなんですね、忙しいですね、うん、やっぱ人間あれだね、本当にストレスの話じゃないけど、うん、最近倫理法人会の活動が楽しくてよ。楽しいんだ。あ、なるほど、すごいね。何が楽しいかっていうまたツボがあって、あれ普通にやったら面白くないんですよ、うん、面白くないのを面白くするのが楽しいわけ。あ、はい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 、はい、確かに確かに、うん、だから自分流に。そう、自分流に。でこのちょっとこういいけど分かりづらい、うんうん、いいけど面白さがない、でそれを面白くする楽しくするのがもともとが言ったらちょっと小難しいしとっつきにくいから分かります、やりがいがあるの、だから楽しいわけ、うん、だから楽しそうに話したから、うん、昔の倫理っていうか失礼だけど今の倫理違うかもと思って思わずサインみたいな。そうそう、やばいとか思って、まあ、ちょっともうごめんだけどもう自分が変えるつもりで言いますよ、うん、とにかく変えるって何かというと、ただ頭に楽しいつけるだけ、はい、こんだけ、はい、もう楽しくないと絶対伸びないって、はい、もうね、もういくつか実験して証明しちゃったので、だから努力とかじゃなくて楽しんで努力する、楽しんで頑張るならいいけど、楽しみ抜けた努力頑張りはそうよ、やらんほうがいいよ、うん、本当に、ね、全くその話してました。あ、そうなんだ、うん、我慢もだよ、うん、あ、でもね、この我慢するのが、ま、我慢する、ただ我慢したら病気するから、うん、この我慢してる状況をどうやったら笑いに変えれるかなとか、うん、っていうのをやるのが楽しいだわけ、うん、で俺 の看護師に、うん、教え子で看護師なんだけど、うん、もう薬系常識言って、薬系シージャが、薬系って何、薬系ってもうやばい、嫌、まあ、な、嫌な、やばい、そう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 、うん、もうマジで、うん、でもうしょっちゅう俺に会うたんびに、俺そいつ知らんのに愚痴聞かされたらたまらんさ、うん、お前よ、なんで俺にそれ言うの、俺そいつ知らんし、うん、何もされてんしさって言って、うんうん、分かった、お前こいつのこと今日から達人って呼びなさい。達人薬系の達人。そう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 、もうシージャがいて、うん、したら達人がさって言って、出張会うたびによくさ、要は看護婦長っていうの、あいるさ、はいはい、その婦長さん、うん、婦長さんがなんだけど、うんうん、前までもその人をイニシャルで言ってやったけど、最近達人って言ったらだんだん笑い話に変わってくる、うん、聞いて達人がよってわかるわかる。あのね、前ね、あの基調講演があったんですよ、病院の先生の、でそれが倫理法人会有名な久高先生なんですけど、なんでガーンってなるような怖い
言葉にするかなって。これが癌じゃなかったら、なんていうの、肝臓癌とか、腎臓癌とか、子宮癌とかだったらなんかガーンってなるけど、これがポンだったらどうだろうって言ったわけ。そうそうそう、肝臓ポンとかもうウケた。もうとってもさ、笑いはやっぱり必要で、そういう風に免疫活性もしていくから、自分で癌のことをだニューポンとかさ、いやこれは子宮ポンとかがいいよねみたいな。もう俺あの政治に介入して名前変えようと思ってるよこれ。うん、本当にそんなこと。ポンがいいよ、ポンが。実際に言ったんですよ、うん、先生が。こそのドクター現役のね、うん、絶対変わるよ。そう、あの浦添市民手だこホールかなんかのセミナーで。ナイスとか思ってさ、ね、ポンとかチンとかにしたらいいよチン、あ、なるほどね、ガンをチンコに変えるよ治りそうじゃない、うん、逆に、え、なったの私だよね怖い。普通だったらあなたはガンですって、あなたはチンコですえ、ま、マッキーですって言われたのチンコマッキーマッキーのチンコですってどうなるのみたいな治りそうじゃない、うん、っていうか、あの怖くないね。だから病気がどんどんあの悪化していくのは、うん、恐怖からだから、恐れからだから、怖がってたりとかすることだから、うん、怖くない病気の方がいいんだよ ね。うつもさ、なんかね、もう実は違うな、まだそっちの方がいいんじゃない。でも、うん、生活習慣もいいことなのに、生活の習慣を親がとか周りの、うん、大人が子供たちに教えるのが生活の習慣なのに、うん、生活習慣病って馴染んでたりとかするじゃないですか。 あれも変えようね、うん、あと一つも変えてほしい。何何、更年期っていう言葉も更年期に障害つけるから怖がるわけ。そっかそっか。この更年期っていうのは誰でも通る、その思春期とか少年期とか成長期と同じで、40歳、40ぐらいから50ぐらいを更年期って言って、あとは青年期、壮年期みたいな、老年期って時代の名前なのに、その時期に来て、私そろそろ更年期だって、だからそろそろもう子育ても終わるしみたいな、自分あの仕事も退職するしみたいな、自分の時代を生きるんだってやるのがアメリカ的な考えなんだけど、日本はそろそろ更年期ですねってなったら、うん、恐怖を煽るさ、うん、更年期障害でみたいな、汗をかくみたいなフラッシュバックがあるとか、あちょっとあの眠れないんですよ、うん、ドキドキするんですよっていうのは、これは 40、50 代の女性は体の変化時期だから、変化だよね、うん、だからそれは障害ではないんですよ、うん、そういう時期だから、うん、あよかった、その時期が分かるっていうことで知ったら対策をやればいいわけよ。変えよね、もう猫好きね、うん、だから障害いらない、がんもポンとか、更年期シーズンってやったらいいよ更年期シーズン私のブームみたいな、そうそうそう、あーそうだ、とうとう更年期ブームが来ましたねって、うん、シーズンがブームにすればいいさ、うん、マイブーム、マイブームみたいな、だいたい40から43歳から49歳は更年期ブームですよって言ったら、うん、でってことでしょ、はい、障害って言うなと。そう、体の変化、やっぱりこれだけ年数使ったら、うん、どんどんポンコツには出てくるけど、だから逆に補い方が、あーかわいいとか、わこれ素敵ねとか、でだんだんキラキラのものに憧れていったりとか、赤い洋服が赤くなってきたりとかっていうことをやりながら、自分のテンションを自分で上げていって、あそのなんていうかな、メンタルも上げながら、分泌物もあのホルモン分泌も、あのエストロゲンが少なくなってくるから、逆にエストロゲンを上げるような食べ物とか読み物とか環境とか映画とか、だから感情にはまるとかさ、あなるほど、ね、恋愛にとか、あの、ね、その恐怖を煽るとさね、うん、ちょっと一個だけ朗報があって、うん、あまりにもテレビが恐怖煽るから、うん、テレビ離れがやばいって。本当に面白くないテレビ、怖いでしょ、うん、だから要は見てから不安煽るだけさ、うん、で不安煽ってお金使わせる、うん、テレビばっかりだから、うん、もうどん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 テレビも見ない、新聞見ない、うんうん、そして今一生懸命なんかちょっと慌ててそういうのを減らしてる番組やってきてるわけさ。本当だよね、もう手遅れかどうか分からんけど、うん、もう本当にまだまだメディアがね、世間を牛耳ってるけど、うん、もうちょっと少し亀裂はもう完全に入ってるよ。もうだから不安は煽って、うん、物が売れる自体はもう終焉迎えつつあるから。そうだよね、だいやいやこれいい話だよね、うん、前まではもうね、うん、メディアが全てでビビらせば物が売れるってやるけど、うん、もう通じなくなりつつあるから。なんかさ、そういえばさ、
自分はあの家に帰ってテレビ見る時間ないからもう終わってる時間に帰ったりとかするから、うんうん、録画予約して家出るんですよ、うん、そして家に帰ってきて見たら録画だけを見れるからそれ見たらみんな、ね、お笑いばっかりだっけとかそう映画とか見てなかった見逃してなかった、うん、映画とかお笑い番組とかなんていうかなあの衝撃映像みたいな の、あの面白いの動物編とか子供編とかのなんか感動編みたいな、はいね、今このあんなのばっかりメニュー見たら私選んでるってちょっと、うんうん、お笑いだけはなくならないから、うん、人は絶対どんなに20年洗脳されても楽しいので3日でコロッと変わるって、うん、本当だよね。だから楽しさを追求する人を喜ばせる笑わす番組はますます栄えるから、だから絶対もう逆になんかそういう番組ばっかり増えていくんでしょ、うん、上等さもみんな健康になるよ、うんうん、本当だよね、うん、だからお笑いの人ってすごいなと思う、かっちょいいと思うさそうね、かっちょいいよね、うん、だからもう頭いい、いやもう面白くするのってねめちゃめちゃ脳みそ使うから、テンポとかもあるしね、そう内容もそうだし、まあ、うオチもあるし、最初からの登場からもこれオチにつながってるんでしょウケるとか思ってまたこのウケる話、滑らない話とか、うんはい、何回聞いても笑うから、はい、オチ知ってるんだよ、はい、わかるわかるでも求めてるから笑えるんだよ ねいやー、たまに YouTube で滑らない話また見るけど、うん、知ってるのに、うん、何回も聞いてドキドキしながらほらほらこれよこれって言いながら笑うんだよね、来た来たってね、いやーもうこれからはもっとねもう楽しみ方ですよ、うん、いやもう KEM だよ KEM、うん、もう頑張って経営したら多分潰れるよ、うん、あー本当に思っただからさ、今日さ、12時、もう1時が微妙、1時があって、その時スクールにまでいたから、スタッフはさ、あのパソコンでテレビをセッティングして、うん、ノリ先生、一人になるかもしれないの、うん、どうするわけっていうのがセッティングして、うん、FM、あの、ギノワンを、うん、YouTube を、あの、YouTube じゃなくて、あの、Ustream をセッティングして、うん、早く行ってきて、みたいな、どうするの、もう歌っとくさ、とかさ、なかったらカラオケとかでもやるかね、とかって言いながら、ってしかも12時過ぎに来れて微妙って言ってくるわけみたいな、ドタバタ劇場だよみんなって、あさでリアルな番組なんだよって言ったから、うん、ウケる、はい、行ってきてくださいみたいな、なんかさ私がそのお笑いに行くんだみたいな、遊びに行くんだのなんか手放しで行ってらっしゃいっていう仕事の予約のお客さんを待ち構えて準備をするスタッフっていうの、うん、私今日いい感じとか思ってスタッフが楽しかったら言って私が遊びに行くのをあの、ね、どうぞみたいな、そう、ねそうね、これいい感じと思った、これいいよ、なんかやりなさいとかってやらされる感っていうの嫌いなんで、自分もだから自分もあれしてこれしてって言えないんですよ、言えないというか言わないんですけど、これやってもらったらいいなみたいなのはボソって言ったりとか紙に書いたりとか、あの言わんとわからんからね、一応言っといて伝え方は工夫して、うん、いやそうそう、あの昨日楽しくやらないとね、楽しさとあと一個勇気があれば大丈夫です、やってみようという勇気第一歩、うん、まあ、その一歩と、ね、これちょっといろんな勇気があるから、昨日あのオリジンの社長と一緒に、うん、食事して飲んでたんですよ、うん、で今担当事務所じわ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 右肩上がりで伸びてってるんだけど、うん、その原因があって、うん、もう勇気しかないと、うん、でどんな勇気かっていうと、もういちいち耳くじ言わない、指示しない、うん、怒らない、うん、何も言わんっていう、とりあえずもう信じて任せるっていうところをやる、うん、で営業しないっていう、うん、要は頑張らない勇気って言ったんですか、頑張らない勇気ね、見守る勇気、うん、いや自分がやったらできるけど、うん、指摘もできるけど、それをやらないのが一番きつかったけど、それを勇気出してやったって、うん、そしたらもう売り上げがどん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 上がってったって、うん、いいね、で売り上げは上がるのに自分は時間ができてるわけ、うんうん、まずこの任せる勇気と、うん、もう営業しない勇気、うん、来たものに対して誠実に受けるっていうんだったら、うん、もうあの職場特殊だからお笑いだから、うん、ああ代表これいい話だね、うん、勇気だねっつって、うん、本当だね、みんなこうしちゃいけないっていうのを、うん、やめる勇気、頑張らないといけない、努力しないといけない、うん、もっとやらんといけないっていう、うん、幻から解放されること、うんうん、でそれをや努力やめるのって勇気だ奥さん、そうか、昨日こんな話の具体的なのを実際に言われた、なんてなんて、うちの卒業生さんを就職斡旋もある程度ちょっとできる分はやるんですけど、うん、で大手エステサロンさんの方に面接っていうかもう一度終わったから、うん、一番初日
一緒に引率行ったんですよ、うん、そしたら代表の先生いらっしゃってて、ちょっとお昼しようかみたいな、うん、ありがとうございますって言って食べながら緊張してるわけ自分、うん、だけど細原どんなって会社はってスクールはって大変でしょうみたいな、うん、だけどこれだけは言っとくねって、うん、このいつもねなんかねピンポイントにね鋭いことを言ってくる先生だから緊張はしてるわけですよ。でもこの緊張嬉しいわけさ、うん、何何とか思ってな、細原ポーズで仕事はしないよって、ポーズを取ってポーズで仕事はしないで、うん、何かって言ったら苦しい時は苦しいとか嫌なの嫌とか正直にやりなさいよ、で、なるほど、見せかけで仕事をしてもバレるよみたいな、本音でやれと、本音でやれと、本音で正直に、うん、ポーズで仕事はしないよっていうふうに言われて超感動して、なんていうかな、何名かこうして紹介してもらったんだけど、なんかうまくいっているように見せかけてるっていうことではないんだよねみたいな、なんかちょっといろいろアドバイスもちょっと欲しいから、今日じゃあ お食事行くんだったらちょっといろいろ聞いていいですかって車の中で、先生の車の中で言ったんですよ。そしたら、うん、分かったってなって、そしたら食事しながらバーって話が盛り上がって、実はこうでこうでこうでって私はこんな話を待ってたとか言うわけさ、細原いつもなんていうの、よろしくお願いしますみたいな、今回も採用お願いしますみたいな、そんな感じでどんどん紹介して全部取っていただくんですけど、うまくいってるのか何なのかどうなのかなっては思ってたけど、採用させて紹介してくれるかすごい子で、もうチーフになってる子たちもいるから、もう頑張ってるんだろうなって、業績上がってるんだろうなとは思ってたけど、そういうポーズを取ってたから、でも本音はこうしていったから、そのポーズで仕事しなければもっと手助けしてくれるようないい情報とか今のリアルな内容とかどんどん入ってくるから、うん、なんて一生懸命やるのはいいんだけど、うん、いらないのはいらない、着るのは着る、ポーズじゃないよって、うん、で見せかけでもないよみたいな、正直に今の自分を将来見据えて今の自分を楽しくやりなさいよみたいな言われた時、うわーとか思って、うーんすごいなーと思って、すごいねー、ポーズでって言われた時打ち合ったよ、ポーズで仕事するなよって、うんうん、ポーズ取ってたもんそうでもしないとここで折れそう、なるほどね、うん、ポージングしてたんですねそうでもしないと折れそうだったから、それもまあ必要な時期だったかもしれないけど、うん、でも本気の本気になったら、ガキプチになったらポーズいらないんだな、打ちそう助けてって言った方がまだいい、だからそれは勇気、勇気だね、伝えるのも勇気、本音を伝えるのも勇気、勇気だよ。じゃあこの最近よく見てるブログに、うん、彼のブログからそのままやったけど、うん、10年努力するより1回の勇気って言葉があるわけ、あこれやばくないこの言葉、そうだよ、10年努力するかったら1回勇気出せってなるほどそっかだよね、うん、なんかね、お客様サロンもあるので、うん、お客様に対して、もうそろそろこの子デビューしてもいいと思う、もうトレーニングやってても、うん、いやまだまだしたら本番を迎えてないわけよ、練習ばっかりで、うん、あのねって100回練習より1回の本番の方がめっちゃ緊張してグッて伸びるよみたいな、いけみたいな、その方はあなたの技術大丈夫好きって言うから、うん、ちゃんとマッチングはしてるんだから大丈夫いけとか言って最初の背中を押すっていうのは、うん、100回の練習やってもずっと練習生だから、そうだよね、1回の本番を迎えた方がいいよみたいな、1回本番した後のその後の100回の練習はまた意味が違ってくるからな、うん、そうね、とっとでやった後は100回練習した方がいいね、やる前に100回やるよね、そう、それ伝えました、似たような感覚ね、現場ですね、うん、リアルな経験の人たちの話ですよね、うん、それもやっぱり勇気が必要、勇気、勇気だね、やってまずやってみようと、うん、だから1回やったらね、また改善点とか見えるから、あ、そうそう、これちょっとプール画像あってたね、うんうん、あれがまさに勇気までいかんけど、うん、大きいプールだったじゃないですか、うん、まず部屋の構造上蛇口がないんですよ、あんだけでっかいプールのに、あれ玄関前ですか、そう玄関前、大きいですね、大きいわけ、1回だけね、その目の前が、うん、だからああいう大きいプール設置できるんだけど、うん、だけど蛇口がないから、うん、じゃあ水どうするかっつって、うん、もう最初は、うん、毎回膨らましてから考えようと、うん、でもバケツで毎回、バケツ1個だったら止まるから2個置いて、うん、溜めてる間に入れて戻ってきた玉でやって、うん、これでずっと家、もう大変だわけよ、家の中から水運んだ、そう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 、でやってって、んちょっと待てよと、で
ホースはあるけど、そのお風呂場の蛇口がホースはまらん蛇口のやつがあるじゃないですか、タイプが。タイプがね、うん、で、はまらんから、あれちょっと待てよと、うん、シャワーのこっちをキュッキュッキュッって外したら細いくて、うんうんうん、で、細くてもはまらんわけ、うん、こっちにパッとつけて、うんうん、あのマスキングテープぐるぐる巻きして、うん、ホースやって、うん、おほーって言って、途中からね、溜めてやって、うん、で、2回目はあフェンス側に寄せたら、今度こっちに寄せたら、うん、風呂場から直接ダイレクトにやって、足作って、そうそうそう、入り口側にで要はもう一回ひね、あのちょっと軽くこんなか結びつけてやったらジョボジョボっつって、うんうん、で何が言いたいかっていうと、やりながら分かっていく、そうそうそう、やりながら、あ、やりながらこうすればいいって、うん、で、バケツって一生懸命水入れてるじゃないですか、うん、で、沖縄の人の経営者とか自分がこんなやり方だけ、とにかく頑張ったら水は溜まる、はい、ところが、これだったら月ができないし、うん、あの経営者じゃないんですよ、うん、労働者、労働者といったらあれだけど、まあ、楽しんではいるけども、でもやっぱ経営者は経営者だからやっぱ頭使って工夫する、はい、で2回水ためてたんだけど、あ、要はあのプールの水ためて、うん、これが経営かって思ったわけ、いつもアンテナ張ってるね、そうだから思うんだ、だから一生懸命なのってサボってるんですよ、うん、実は、うーん、もし自分が頭考えないだったら、次も3回も4回もひたすらバケツに水汲んでやるって言うんだよ、うん、進化がないさ、うん、だからサボってるわけよ、うん、一生懸命やってるしてるふり、ただこいつ一生懸命やってるけどサボってるよってプロの目で言わんといかんなと思って、うん、本当ですね、で自分でこれ待って水ための大変やしさと思って、うん、チャンスがって生きながらも、でも、ね、あの苦しんじゃダメ、楽しみながらやった時に、うん、ピンとひらめいて、うん、でひらめいて、もう分からんからまずやってみようと、あ、できるじゃん、あ、できるじゃん、でどん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 たった2回で、あ、これ現場で成長していくってことで、経営って面白いなと、あ、経営って一個すぐやって工夫改善すれば何かしら良くなるんだなと思って、気づきがあるんだね、そうそうそう、うん、だからあのなんていうの、副産物っていうの、うん、あの子供たちを喜ばせたいがためにやったのに、うん、こんなのもいただいて、もう階段からもう映ってる後ろ姿の時からドキドキよねもうお父さんは分かってるからどうなるって、そう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 、ただ表現がどうなるかっていう予測つかないのを楽しみにしてるっていう後ろ姿のこの、もう楽しいわけ、うん、ドキドキしながら見てた、自分で動画撮って10回以上見てるよ、もう分かる分かる、面白いってから、見た見た、サプライズするよ、さらに上期待値超えないと、うん、もう普通になるから、うん、次何があるかなと思って、やっぱり愛だね、愛だねだから期待値を超えるために、そうそう、次から次から次から、さっきのバスケットの選手の話も一緒だね、うん、そう、自分で自分を乗り換えるっていうのは楽しんでるんだね、楽しんでる、そう、本人も楽しんでるだけだけど、もうその練習前、試合前のこの自分のルーチンワークみたいなのも超なんかやってて楽しそうだわけさ、やっぱり練習きつくないよ、うん、きつい練習してるけど本人はきつくないから、うん、イチロー選手もそうだよ、多分、うん、野球苦しいと思ったことないですよ、うん、ただ周りが期待するのがちょっぴりあの鬱陶しいなと思ってるのはあるかもしれんけど、うん、まあでもそれはしゃあないから、有名勢だからね、うんうん、スーパースターの宿命だから、自分でびっくりしてたもんね、自分がやったことに対して周りがこれだけ喜んでくれてるっていう、うんうん、自分がや好きでやってることに、うんうん、これだけ喜ぶってことでありがたく感謝してるって言って涙が出たってことなんですよね、好きでやってるのに周りがこんなって、プレッシャーもかけるけど喜びも一緒にやってくれるっていう、すごいね、でもちょっとここから眉唾もんだけど、まあ、これちょっとねもう輪廻をありき輪廻前提で喋るけど、ああいうスーパースターは前からずっとそれやってるって、生まれる前から、そう、前世で、前世でもずっと野球ばっかりやってきて、うんうんうん、だからすごいんであって、じゃあたまに天才ピアノニストとか、うんうんうん、天才少女とかいるさ、うんうん、あれも、うん、親が英才教育したからっていうけど、うん、あれじゃないって、うん、もう前前からやってて、うん、その道を極めるために現世に来たの、もう2000年ぐらいやってるって、2000年3000年で、ここで出店も分からんけど、あるお坊さんが90過ぎてから英語勉強したって、うん、してからみんながびっくりさくさ、うん、え、いやいや今から90から英語勉強してどうすんのって言って、うん、もう率直に言ったって、その人に、うん、そしたら、うん、来世楽だからって言って、あなんかすごい極み準備し始まってる、そうそうそう、だから今報われるとかじゃなくて、いや来世楽だから、要はやったことは絶対無駄ならんっていうね、うん、す
ごいね。すごい、これびっくりした。へえ。で、自分あの本当の将来の夢は NBA のスーパースターなんだけど。多分スーパースターになりたいんだぞ。えー、でもバスケット好きだなと思って、もう動画見ててから、多分なんか来世か再来世ぐらい、うん、あの日本人なのにすごいバスケ選手で生まれてこようかなと思ってる。あもう準備をしとく。そう、もう今はどっかにプレーはしない、もう目で見て、うん、目でスーパースターを全部目で入れて、うん、しかしないけど準備を、これが自分の楽しい努力、うん、見てて楽しいのにも、うん、いいね。なんかコメントとかあるの？うん、コメントは FM 技能班からあります。発想が配信中っていうだけ。すまじゃあ CM ちょっと言っていきましょうね。はい、あそうだね。今のうちで水飲んできます。はい、CM 誰にも言わんで CM です。受ける。ちなみにブルーテンウィーキーズ、今元鍋で新ラーメン。なんでもう我慢できなかった。我慢っていうか誕生日だから、うん、クーポン送られてきてから、うん、無料のクーポンを。期限があったの？あの期限は特にはないけど、まあ、誕生日前後じゃないとあれかなと思って。超いいわけ。誕生日前後。でもグルテンフリーって何をグルテンになるんだろうね。小麦粉です、ね、小麦粉で結局じゃあ何で小麦粉がで小麦粉で何ができてるかって分からないと自分で制限できないね。ライ麦じゃあ、うん、8、7、6。誰にも言わんでよ後半戦。誰にも言わんでよ後半戦。またこのプールがさ大人も楽しいわけ、広いから、うん、あれ何センチ何センチですか？あれね、縦3メートル横 1.8 メートルかな、うん、どこで買ったんですか、ね、あれはいい、ね、ドンキホーテで、一応あのどこのブルーで可愛い、そうあの一応どこにも売ってるんだけど、あれ人気商品で、あのトイザラスでは売り切れだったわけ、うん、同じやつは、うん、向こうにはあのドンキホーテには8個ぐらい残ってた。よかった。やっぱトイザラスやっぱこのプール用品の回転が早いんだぞ。でもう行ってまた次の人に行って、もう今9月11日までプール用品全品 50% オフやってるわけ。人気だね、まあ、50% オフで、だったけどどうしてもやっぱりあの子供が喜ぶあのサイズじゃんと嫌だって言って、もうここ値段じゃないからって言って、またあの那覇のトイザラスからドンキーに走って。これが一番大きい、多分一番あれ大きいやつ、その普通に売ってる家庭用のプールでは。いいね。ただもう水の量死に使うよ。あのサイズだから本当に、うん、水たまるのに2時間かかるのに、あのサイズ本気だったら、出しっぱなしで2時間だから、すごい。じゃあ何トンぐらいですかね、入ってるの水。待ってよ、1回入れて何日間遊べるの？もう一応あの場所はちょっと他の近所のことも考えて、もう一回全部こぼすんだけど、どんぐらいか、多分1000リットルは使ってるはずよ。一回ですごいね。もうその代わりもあの近所の友達も呼んで、もうなるべくいっぱい遊んで元取れるように楽しみで元取るっていう。引っ越したばかりだからね、そう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 、お友達作りにいいね。そうそうそう、またあの普通にプール行くより絶対安いから、うん、ね、水代って言っても、うんうん、3000円はかからんから1回で、うん、プール行ったらね、うん、家族行ったらもう5、6000円ぐらいかかるじゃないですか、うん、もうそれ考えたら、うん、もう全然もう10分の1ぐらいだから、うん、全然 OK。 へー、あの第1回目のあのビデオでいきなり溺れましたよね。そうそう、こけてからね。これかわいかった。そうそうそう、なんかあのなんかいいオチみたいな。狙ってないけどね、狙ってないけど、そうそうそう、出た出た、かわいかった。面白かったな。やっぱりさ見ながら思ったんだけど、子供は素直だから嬉しい時って、うん、飛び跳ねるよね、うん、ジャンプジャンプジャンプしてたね、うん、大人はやったーって言ってか飛ばんよね。飛ばないね、飛ぶ練習した方がいいよ。本当ですよ。あ、ちょっとこれ変な話だけど、この見ててからあは、ちょっとふと神様のこと思って、神様は多分喜ぶ人を応援するなって。うーん、喜ばしたいと思ってる人とか喜びたいっていう人、要は、まあ、仮に神様が常に喜ばせたいと思ってるとしましょう、うん、だけど喜ばんかったら次やりたくなくなるさ。喜ばんかったらって悲しいね、うんうんうん、で子供たち喜ぶからまたやりたくなるさ、こっちが、うんうん、
むしろやらせてくれたから、うん、だから神様も同じだとしたら、うん、何が起きても喜ばないと、うん、いいこと起きないんだなと思った、うんうんうん、変な話何神様の気持ちになって考えるっていうの、うん、本当ですね。だから、喜びの実践ってのがあるわけ、うんうんうん、いいことあったら喜ぶんじゃなくて、うん、いや、良くないことでも喜びなさいと、うんうんうん、これいいね、うん、でその喜びの実践がその楽しいふりするとか、うん、あとはもう言葉ね、受けるって言ってればいいよ、うん、クリア受けるって、うんうん、人間いろいろいるから、うん、いろんな人、うんうん、文句言ってもしゃあないから、うん、文句言ったら普通だから、うん、普通は辛いよっていう言葉が好きなんだけど、うん、ね、嫌なやつがいる、うん、こいつ嫌なやつだって言ったら普通さ、クリア嫌なやつだけど、クリアでも受けるぜって言ったら普通じゃないさ、うん、そうだね普通以下は面白くないんだけど、普通以上はいいよね。そう、普通以上はウケるだから。普通の上等ってやってるよね、普通、うん、お酒普通の上等あんな感じだね。もう普通の上等、うん、とにかく上、普通でも上等って言えばいいし、うんうん、普通でも上等って言えばいいし、普通くすく下のやつですよね、これのことですよね、くすそうか、くすって甘いよね久々に聞いた。くすでも上等っていう、くすでも喜ぶ、うん、もうとにかく喜びの実践っていうのがあるから。でも考えたらさ、おばあちゃんたちに、小さい時におばあちゃんたちには何をやっても子供たちに上等上等みたいな、怪我しても上等上等みたいな、だからね、木から落ちても上等上等って言ってたね、もう登らんよみたいな、上等落ちたから分かったさねみたいな、上等上等、もう本当に実践先、実践だね。だからやっぱり、ね、何が起こっても上等上等で、おじいたおばあたのすごいのは知識じゃなくて、あ、じゃあ知恵だから強いよね、経験者は語るから。そう、もう実践済みで、こうやったこうのもう染み込んでるから、もう絶対さ知恵だから間違わないさね、うん、いやいや楽しみ。そうそうそう、だからうちの子供たちのやっぱり才能は、才能は喜ぶことだ、うんうん、他の子たちにあげて、うちの弟たちがうちの子供たちにプレゼントするの楽しいってわけ。ああ喜んでくれるから、うん、だけど自分の息子とか、うん、別の甥っ子は喜ばん、うん、あ、 ありがとうって言うからもうあげんって。わかるわかる、そうだね、あるよね。なんか自分のことであれなんですけど、うん、ご飯一緒に食べに行ったら、うん、美味しそうに食べるねって言ってみんながご飯連れてってくれる、クエブって言われる。美味しそうに食べるから、だって美味しいのにって言うだから連れてってくれる。あーいいね、だから痩せん困る。そっかそっか、でスクールも自分の努力では食べるのは止めるけど、まあ、ごちそうしてくれるからね、これはしゃあないね、うんうん、でスクールもお菓子途切れないね、今スタッフ見てるけど誰かがいつも持ってきて何かがあるわけ。美味しそうに食べるからね、うん、でみんなも心配して何か持ってくる食べてるのに食べてないと思うから、じゃあもうこれ聞いてあげたいみたいな、うん、分かった、もうあげるのはなんていうの、もずくだけにしてくださいもずくにしてください、もずくか、うん、のに、うん、あ、ドリンクね、もう こんなのもずくがいいですよ、もずくもうウケる、もうもずくか海ぶどう、海ぶどういいね好き好き、そうそうそう、だからお菓子よりはやっぱ健康のお仕事してるから。でもね、とにかく本当にいろんな食べ物くれるんですよ、果物から。昨日はうちの兄弟がさ、思いのほかいっぱい余ったから好きでしょって刺身、うん、食後に刺身持ってくる刺身セットさ、さらに最近はあんまないよね、刺身持ってくるのはね。キュウリもちゃんとあった、うん、キュウリもあって、ね、お刺身もあって、大葉もあって、あ、小さなオードブル作ってた思いのほか余ったからみたいな。で私お盆って留守番だったから、うん、実家で一人お盆してたんですけど、うん、暇だからなんか自分でいろんなの作ったりとか、ケーキ作ったり、ホットケーキとか、炊飯器でフェイスブックで見て面白そうって、パイナップルの日っていうからパイナップルとホットケーキミスク使ってきて、作ってみたりして、これがめっちゃ美味しかったから自分もスクールに持ってってるわけみんなで食べようみたいな。だからあっちのスクールマッサージはしても痩せはしないやばあるからね、なんでみんな持ってくる、ありがたい。もう日でお菓子持ってくる日は決めた方がいいですよ。ああ、うん、食べないというのは面白くないから、楽しくないから、うん、でじゃあ今週はグルテンフリーねって言って、うん、で来週はグルテンフリーフリーねって言って、何でフリーフリーフリーをフリーするってことは、フリーがフリー、1週目グルテンフリー、うん、2週目グルテンフリーフリー、うん、またグルテンフリー、うん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 、
だけどねすごいってば、なんかさ、でも甘いものは避けようねって言ったら、うん、ギャバ 78% 以上はいいみたいですよって言ってから80% のチョコレートとかさなるほどね、おおみたいな、政府のやつを持ってくるんだ、じゃあいいかもねみたいなやっぱり食べる食うなっつうの、だから工夫してるわけよ食べないという選択肢はないよね、だからね、食べるという どうやって食べれるかっていうのに基本は食べないっていうことなんだけど、うん、どうやってこういうものを食べないかっていうこと、うん、じゃあこれ食べればいいみたいな食べるで代用するんだそう食べないは貫かないんだ、うんうん、だからグルテンフリーやってらっしゃるわけだから、グルテンって何があるのってさっきヨキさん聞いたら、なんかいろいろあるって聞いて、これを知って避けるっていうのもまた大変ねみたいな、うん、もう完璧はしない、うん、ただそればっかりグルテンってやっぱ取りやすいから、うん、手軽だから、うん、パンとかラーメンとかね、だいたい白いものですよね、白いもの、グルテン白いものはじゃなくて小麦粉、小麦粉キャンケキャンケキャンケだし、うんうん、だやっぱり沖縄のソウルフード、沖縄そばだから、うん、別に我慢はしなくていいから、あれバランスは取ろう、グルテンもろもろです、もう小麦粉で作るからねってね、おそばはだから、あの別にね、じゃあそば食ってじゃあみんな健康になるかってじゃないさ、うん、じゃないから、なる人はまず心がおかしいかバランスがおかしいか運動してないかだから、うん、だからバランスを取ってもうそれもいただけばいいですよ、もうここから、うん、今更ね、なしにはできんはずだから、うんうん、だったら、ね、やっぱ楽しむですよ、うんうん、楽しくしてってね、うん、正直不健康なのって不可能ですよ、うん、そうだね、うん、一番何が楽しいの、どんな時楽しい、喋ってる時とかかな、倫理も楽しいって言ってたからね、喋る場だからね、そうそうそう、喋る場だし褒めてくれるしそうそうみたいな、新しい風としてみんな捉えてらっしゃる、そうそうそう、先輩の社長さん、分かりやすいっていうからさ、分かりやすかった、こっちはもう分かりやすくすることしか考えないから、うん、だから分かりやすく、うん、なおかつ楽しくないとダメだ、うんうん、もう今本当の心理って老いも若きもみんな使えるのに、うん、やっぱ古臭くて堅苦しいからやらない、若い子たち、うんうん、でも今から、うん、さっき本読んだけど、うん、古いものが新しいっていう言葉があってから、うん、温故知新ですか、温故知新、だからもう心理さね、うん、古いかもしれんけども正しいから、うん、みんな古いからとって新しいのどんどん探そうするんじゃなくて、うん、もう今こそ古き良きものをやって、うんうん、でだけどそれは面白さと楽しさがないと誰もやらんから、うん、ちゃんとそこにちゃんと面白楽しさを加味する、うん、なおかつ分かりやすさも、うん、分かりやすさっていうのが一番ね、うん、入りやすさだからね、うん、そうそうそう、まさしくあの倫理保持家のあのお話の時ちょっと前にやったその話し方教室の、うん、プレセミナーやったじゃないですか、うん、あの通りやってるなと思った聞きたくなる人の話っていうのは声が大きいみたいな、楽しそうにやってるみたいな、内容が面白い、分かりやすさってやったじゃないですか、あ、本当にそうだなって思った、だから話し方教室あれいいですね、いいですよ、楽しみ、月曜日からだ、ね、月曜日は場所はバークレーね、バークレーのどこ行くの、メディカルビルっていう病院が集まってるビルがあるから、その4階にカーボスがあるので、その隣に、その建物バークレーの駐車場の隣、バークレーの敷地内にスターバックスがあって、スターバックス、その隣スターバックスの建物がメディカルビル、道隣、うん、そうそうそう、4階カーボス、なんか整形外科があるとか、そう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 、あっち何回かやると4階でやるので、12時からで、よく火曜日はシナジールム南エバルの、シナジールも、まあ、どっち受けても同じなので、もし受けれるんだったら両方受けた方がいい、火曜日23日はですね、もともと入ってるから、じゃあ月曜日だっけ、はい、であとはまた火曜日ですね、あとは全部火曜日、毎月ね、うん、月1回このシナジールームっていうことですか、おそらく多分あっちバークレーでなるはず、あ、はいはい、楽しみです、はい、楽しみにしてください、脳みそフル回転ですよ、はい、そんな、なんかそのナタモダだった、うん、ナタモダ、結ナタモダ、うん、結論先説明後、なぜならやり方が、うん、それを昨日うち実践したんですよ、昨日もはい、うち実家保育園やってるんですけど、うん、父が園長で妹が主任やってるんですけど、うん、なんか新しい小規模保育園になるとかなんとかで、うん、その審査基準があって富城市の、うんうん、で今日プレゼンがあるって言って、うん、
この保育魅力ある保育園っていうのを、うん、今やってる保育園を、うん、あの表現して新しい規模の保育園に昇格していくみたいな部分を選ばれる保育園にやるためにプレゼンやるみたいで、うんうん、そしたらうちの父親の文章がおかしくてこの魅力ある保育園っていう題名なのに、うん生まれは1970歴史から始まったからさ出た一番言いたいところ本当に一番下にあるわけよでしょだからさナタもだからホワイトボードに書きましたスクールに来てもらってもう夜だったから来てもらってこういうのがあってって言ったら、うん、お前勉強してるなみたいなうちの父親に一緒に行く月みたいって言いましたけど新規大丈夫ですから、ね、全然頑張れるかもマジで本当に思ったわからんからみんなこんなするんだよ、うん、あじゃあこうじゃ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 それ分析してこれにしたそうやってこれってそうそう、うん、したらもう分かりやすいでしょうんだからもうこのこれを見て私が書いたナタモダのやったからこうとか言ってもうぜひぜひだから逆にほらセミナーとかもね、うん、あのやるって言ったじゃないですか、うん、あの出前もね、うんうん、あれいいと思いますやった方がその現場で働いてるやっぱ文章であの公共機関とやらないといけない時とかって思ってる人たちとかっていうのは、うん、自分のプロフィールでさえ、うん、物語調子でなんとかなのかなとか可愛かったさうちの父親バカさ加減がいやもうでもだってしゃあないよみんなそうやってきてるから、うん、でもうみんな自分もこれ聞いて衝撃だったのになんだこうすればいいじゃんっつって本当だねあれってだからちゃんとなんていうの公式があるっていうのにうもうだから文章がいっぱいあるのは分かるわけ気持ちがいっぱい溢れてるからその中でこのナタモダにケツナタモダに合うようなこのコミット的な言葉をどんどん入れてやってたら超素晴らしいもん選ばれるに決まってるみたいなあ素晴らしいよかったプレゼンが決まるに決まってるみたいなほらお役立つでしょとっても役立ったもう本当に お金になるの話だよこれあれさなんていうか世の中に、うん、で勝ち抜ける、ね、技術ですよ学びですよそのプレゼンのスキル伝える技術はね、はい、2分で終わるさ結論説明先、はい、あ結論先説明後、はい、スタイルはナタモダ、はい、以上ってね、はい、なぜならって、ね、だからこそでもう一度結果をまた言うじゃないですかそしたらさ強気の発言、うんうんうん、そうだよ僕はこれがいいとかとなったらなんでよだからだったらこんなぐらいわかるよわかるわかるだから、ね、テクニックがあるんだよみたいなそうやりました昨日実践でしたあよかっただからねテクニックはねやっぱ軽視せずちゃんとテクニックも使いましょうよねえだから知ってるのと知らないのってこんなに違 うねえ、うん、しかもすぐできるさはいすぐできたさはいだけど知らないさはい知らないと損だよねねえ本当だよ、うん、伝えるっていう技術があるんだからしかもシンプルなのに、うん、でましてや伝えるっていうことはもうこれからのコミュニケーション必要ですよね、うん、やっぱこれからますますコミュニケーションが重視される、うん時代だから、だからあとはまあ、今の文章だけど、あとは見せ方ってのがあるわけ。ああ。これもう専門用語的な非言語コミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーションって言うんだけど、このノンバーバルな部分が日本人うちのアンチが弱いから、もう絶対知っといた方がいい。これは表現力？表現。どれぐらいかというと、これ知ってるだけで、普通の伝わり方が1だとしたら、ノンバーバルを駆使したら14倍になる。ああ書いてましたね14倍この14倍はもって単純計算だけど、うん、本当にもうそれぐらいだわけこれもやるもちろんクラスでもうあの中でお、もうとりあえず初日で全部一回叩き込むからこの第1回目そうそう第1日目が一番大事あとの 2,3,4,5 はもう演習、うんうん、ああ繰り返し繰り返しだから一応ワンデーも用意するワンデーしか受けない人はで受ける人も全部やってるとあとはもうそこで演習してやっていけばもう未曽有に伝えるうんでも技術だから覚えて体に思い込ましたり、うん、ほんとだノンバーバルって簡単に動きがありますかってこと、うん、声に抑揚がありますか強弱ありますか、うんうん、声の高い音とか、うん、ラジオでも
見えないけどこうやってね、うん、やっぱ伝わる人って体を動かしながら喋るわけさ、うん、本当ずっとずっとだから伝わる、うん、でもうラジオだから見えないけど目の動きも大事、うん、目も、ま、カッと開いて伝えるとか、うんうん、でこんなのちゃんとねもう証明されてんだから、あの顔写真もいつもノンバーバルですねそうカッと見開いてそうなんか躍動してるでしょ、うんうんうん、狙ってないけどもう染み込んでるから、うん、ああなっちゃうわけね、うんうんで、ああなっていつも躍動してるからたまにボーっとする写真載せるとこれまた目立つわけあれ嫌あれこのケジラミのものまね あれはもう最高傑作ですよ。いやじゃあ気持ち悪さがちゃんと伝わったあれをあれ本当にそっくりだからね、本当にこんな上動いてたんだって。そうなの、うん、じゃあケジラミの話しようか後で。まあいいや、じゃあ CM 行きます。 CM 怖いあれびっくりした。あれそっくりですよ、あれ本当に、うん、本物のものまね。見ました。うんさあ、ルイさんショックだった。普天間さん、こんなの乗せんでよとか思った。うん、色の黒さもぴったしよね、またねですね。あ、なんだかんだで49分、もう終わり。あと5分半しかないのにケジラミなんてやだ誰にも言わんでようなのにあ、そっか。じゃ結論から、あ、もう始まった。まだ CM、うん、もう結論から言うので、うん、どっちか選んでくださいね。うん、うん、5秒前、4、3、2、1、よろしく。時間の都合上もう一つなので、うん、どっちか知りたいのがあったらどっちか、うん、なぜケジラミになった話と、うん、自分が、うん、ケジラミの直し方どっちがいいですか。なったなぜなったのか。あ、なぜなったのか。でケジラミって何って感じ、どんな時になるのかが分からない。でケジラミって、うん、自分、まあ、結論から言うとかかっててからもうどんなってなるの。誇りこれがね分からんわけさ。この間はなんか人のあれ、あの体操着をつけた方がいいって言ってましたね。そうだからケジラミ調べても感染経路全部性交渉ってしか書いてないわけよ。おお、そうしたの。うん、その時童貞だったから童貞がなんでケジラミになったかったらだからもう本当にその高質なる体育着をつけたからしかないわけ。一致だからそのそいつがどっかからもらってるわけよ。へえ。で広がるのデージですよ。皮膚はどんな感じ、赤くなったりするの。ね、そんなに赤さは目立たないけどもうとにかく痒みが空前絶後。もうあそこってこんなに痒くなるんだってぐらい痒くなる。して書くの。もうだってもうで書かんこと、もうポケットにズボンに入れて知らんご足してからチャーカキーしてるわけよ肌荒れるね。でももうこれで1ヶ月間痒みに耐えて、1ヶ月ももうどうしようもなくてもまず友達の最寄りの友達に、うん、最寄りの友達が絶対口が硬いカッチっていうのに行ってからどうしたらいいかっつって、うんうんうん、もう剃った方がいいんじゃないかっつって、うん、出ようなっつって、うん、高校生で初の堤毛して、うんうん、でツルツルにして、うん、じゃあ剃ってどうすればって言って、うん、オロナイン塗ったら嫌に言っておけ、うん、あ、だるなっつって、うん、で剃って、うん、オロナイン塗って、うん、だけどあれ虫だからオロナイン効くわけないさ。あ、そうなのオロナインはほんと皮膚のこの炎症を抑えるから、炎症治っても痒みは虫来るさんと、うん、でこれでまたしばらく耐えてもうどうにもない。最初はもうピンセットで一匹殺したけど、どんな大きさ見えるの。 0.1mm から 0.2mm、超見づらいよくさ。だから絶対見落としがいるさ。黒、色は一応白かった、白っぽい。あ、なんかあのフテムさんの顔見たからケジラミ黒かなって色はモノマネしないですよ。そうなんだ、白なんだ。したらもう恥ずかしいながらもうおっかに、おか、実はあそこがかゆいと、どうやらしらみがいるとつってあ、分かったって、もう普通に淡々と電話してから、あ、おいさん、こうこうこうなんだけど、うん、あるってって言うけど、は、何かあるって言ったらお薬、うん、おいでって、うん、して、そこで手に入れたのがもう本当にもう魔法の薬、スミスリンパウダーっていうのがあったからスミスリンパウダ ーでパウダーなんだ。パウダーで粉かけてすり込んで1時間放置するわけ、うん、で水流す以上、うん、終わり。これをすぐできた。そうで、これを2日おきに、うん、あの成虫は即刻来るすけど、卵は殻に覆われて、死なないから、で要は帰ったらかかるっていう感じで、この2日おきのサイクルを1週間続けなさいっつって、うん、もうこれでやってもう完璧に完治してから、
あの高校3年生ながらケジラミマスターになったって。もうケジラミなんて怖くない。スミスリンがあれば。スミスリンが大スミスリンが。まあその後は、まあ、大人。これって髪の毛の毛ではないの？一応は髪の毛には映らなくて、髪の毛はあのね、頭じらみってのがいるんですよ。で陰部はケジラミ、ちょっと違う種類が。本当だ、マスター、うん、詳しい。もうね、マスターになってもう怖くないから、うん、であの高校3になってから、うん、その後にも3回ぐらいになりましたけどね。なんでなんでなったの？あ、誰にも言わんでよってなったから。もう大人なので、感染経路はもうそこしかなくなるので。そうなんだ。高校3年で。いやいや、もう20代になってからね。あ、びっくりした。早っとかも。そう童貞を捨てた後は3回ぐらいでも大丈夫。後半からはスミスリンシャンプーってのできたわけ。シャンプー、そう、スミスリンシャンプー。もうパウダーは古いってから。でシャンプーはガーってやって15分放置して、15分経って流すわけで、これ2日おき。これもこれなったら やるシャンプー。そう予防のシャンプーはないの？予防っていうか、まあ、基本的にかからんから予防する必要ないんですよ。そういう時って大人になってかかるっていうのは、その相手方もケジラミなの？そう、そりゃそうですよ。だから移って、K から移って、そこで繁殖するわけさ。男の人だけと思ってた。いや、女性もなるよ。そうなんだ。誰にも言わんでよ。言わない。初めて知ったっても誰にも言わんでよ。もうだから今日のね、誰にも言わんでを聞いた人はもうスミスリンって覚えてる。そう、スミスリン。もうあのもうケジラミに悩まされる人はいないやつ。いるかな、悩んでる人。いや、いるでしょう。だって売ってるってことはそれだけ需要があるってことだよ。薬局行ったら絶対ある。まだ30秒だって。まだ30秒。スミスリンどこで買うの？いくらぐらいみたいな。スミスリンはね、2000円ぐらい、結構、ね、2000円から2500円ぐらい。まああのちょっと上等なのでね。どんな香り？無臭です。無臭。無臭。シャンプーも、パウダーも。誰にも言わないよ。やっぱあのプロは2つ持ってましたけどね。2つなんで？なんとなく。誰にも言わんでよ。パンツ洗った方がいいじゃん。誰にも言わんで終わった。誰にも言わんでよ。本当に誰にも言わんでよって話で終わった。ありがとう。